橋し市役所は日本の地方公共団体である岐阜県橋し市の事務所を奥敷地及び庁舎である。市政5周年記念事業として1959年に竣工した建築物。庁舎機能のほか、商工民館、私立図書館、消防用事務所、防老などの機能が一つの建築に収められた複合建築で各階へのアクセスを考慮し、主入り口は2階にして、 市庁舎や議場と分離された市民文化部門への単独スロープが設けられた。1985年に移転した橋間郵便局の究極者を北庁舎として再活用した。災害時における市の応急活動と業務継続の拠点として2015年に整備された。1959年春工の本庁舎は建築後半世紀以上が経過したが、 計画的に時代の変化に対応しながらも、耐震補強、回収等がなされないまま至ってい、耐震基準を満たしていない。政府が発表した今後30年間の南海トラフにおける地震発生確率は高く、はしましも南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されていることから、防災拠点を担う本庁舎は、早急に耐震性能を確保する必要に迫られた。 建物の内外部双方の老朽化や、ユニバーサルデザインへの未対応、敷地内の本庁舎、中庁舎、保健センター、情報防災庁舎と別敷地の北庁舎、教育センターに事務が分散していることによる市民サービスへの影響など、様々な課題、問題が山積していた。そのため、耐震診断を実施した上で、2016年10月に、 有識者による庁舎検討委員会を立ち上げ、検討の結果、原本庁舎を庁舎として使用せず、原子基地内に新庁舎を建設することが最良との、答申が2017年に出された。橋間市は、答申の結果と2017年度に実施した、タウンミーティングや市民アンケート調査の結果を踏まえ、総合的に判断し、2017年11月に、 現基地内で新庁舎を建設する方針を決定した。かつては市内9カ所に出張所が設置されていたが2006年4月に,に廃止。同年4月に北部証明書発行センター、南部証明書発行センターを設置したが証明書コンビニ交付サービスの開始により2019年3月に廃止された。ありがとうございます。